おはようございます。おはようございます。ひめちゃん、ひめちゃん素晴らしいですね。じゃあ始めます。アメン。ハレルヤー、アメン。神様は生きています。神様は生きています。皆さん、私たちは、神の中に生き、神のと共に生きています。皆さん、私たちは神様がいなければもう闇の中を生きているようなものです。神様を知らなければ孤独です。神様がいなければ生きることができないのです。イエス様がおっしゃいました。私を離れてあなた方は何もできない。何もできない。そうなんです。皆さん、イエス様を離れては何もできないんです。アメン。私たちはイエス様がいてこその私たちなんです。神様が全地を作ったんです。神様が全地を作ったということは神様の支配の中にあるということです。多くの人は、神を知りません。そして、神様の力を知りません。神の必要性を知りません。多くの人は、仕方なく自分の力で生きています。ね、仕方なく生きています。しかし神様抜きの人生がいかに虚しくて、いかに、無力で、いかに、苦しいかということは皆さんが、日頃体験しているんです。ぜひ皆さん、知ってください。この世界は神様が作った世界なんです。神様が皆さんに向かって、招いているんです。神の国に招いているのです。神様は、人々に呼びかけているんです。私のところに来なさい、私のところに来なさい。教会はまさに、神の国の広告塔みたいなものですね。よく灯台とも言います。灯台というのは光を放つところですね。この世が闇で、そして灯台は光を放ちます。そして、船はですね、嵐の中では難破してしまうわけですね。しかし灯台の光を見ると、方向が分かって、その安全な航路を行くことができます。皆さん、世の中もそうです。世の中には灯台が必要なんです。世の中には導きが必要なんです。世の中にはナビゲーターが必要なんです。車運転する人はナビゲーターがあると便利です。ね、全然違うでしょ。全然違う。全然違う。あってよかった。もうイエス様がナビゲーターです。聖霊様がナビゲーターです。ナビゲーターのない車も運転できますが、道を迷いやすいです。でもナビゲーターがあればですね、安全に目的地に行くことができます。イエス様がおっしゃいました。私は道である。道というのは何ですか。道というのはですね、そのコースをまっすぐに行けば目的地に行くというのが道です。イエス様が道だということは天国に行く道であり、永遠の命に至る道なんです。多くの人は道が外れているんです。道を失っているのです。滅びの道を歩んでいるのです。イエス様がおっしゃいました、ね、狭い道か広い道かと、あります。多くの人は、広い道を歩んでるんですね。しかしその道は人がたくさん歩いてるかもしれないけど滅びの道です。この世は滅びの道です。この世は広い道です。多くの人は、赤信号みんなで渡れば怖くないと言ってますけれど、実際は怖いのです。実際は車にひかれるのです。赤信号を渡って車にひかれたら誰の責任ですか。自分が渡った人の責任じゃないですか、ね、ですからイエス様がおっしゃいました。狭い道を歩みなさい。私が道である。イエス様を信じる道、イエス様に従う道、イエス様と共に歩む道、これが本当の道です。命に至ります。確かな道です。安全な道です。希望の道です。私たちクリスチャンはそのことを体験し、そして、それを証ししています。
クリスチャンの方々、ますますイエス様を証ししようではないですか。多くの人が滅んでいっている時代です。多くの人が悩んでいる時代です。世界中が苦しんでいます。私たちは希望の光を示さなければなりません。今日またですね、エボラのニュースをちょっと聞いてですね、深刻さが、あります。ものすごく深刻です。しかし日本のその会社でアビガンというワクチンを開発した会社がありますが、まあ、それが有効かどうかはっきりまだ分かりませんが、希望視されています。ワクチンがあればね、もうたくさんの人を救うことができます。イエス様はそのエボラ熱を通して何を教えたいんでしょうか、ね、人を救うためには何かが必要だということです、ね。その死にかかっている人を救うためにはそのワクチンが必要、薬が必要だということですね。それは、この多くの人たちが、まあ、罪というウイルスでかかってるんです。罪というウイルスでみんな死にかかってるんです。ほっといたら死ぬんです。ワクチンが必要なんです。ワクチンは何ですか？イエス様の血なんです。イエス様の血がその罪ウイルスのワクチンなんです。または御言葉と言ってもいいかもしれません。御言葉が、本当の薬なんです。その御言葉を聞くときに、御言葉をこの考えるときに、御言葉を信じるときに、それが薬理作用で薬が有効なんです。イエス様が言いました。神の言葉をあなた方は聞きませんという御言葉があるんですが、多くの人は神の言葉に関心がないんです。神の言葉が聞いてもわからないんです。それは薬を飲んでないということです、ね。その薬あるよ、薬飲みなさいと言っても飲まなかったら効かないわけです。イエス様は御言葉という薬を提示しています。この、教会というのは御言葉を提供する場所なんです。まあ、薬を配布する薬局みたいなもんですね。皆さん、その罪ウイルスの病気を治す薬がありますよと言ってですね、薬を配っているのが教会です。その御言葉を聞く、御言葉を、ね、考える、御言葉を実行するときに、それはその御言葉という薬を飲んだことになると思います。それだけで癒されるんですか？癒されるんです。それだけで治るんですか？治るんです。その本当の薬、本当の薬で癒されるのです。アメン、アメン。ドラさんですね、ドラさん、あ、どうぞ。So with shoes please come in。 その神様はいろんなことを通して真理をしようとしています。エボラ熱は本当に人類にとって本当に致命的な大きな問題です。もうエボラが世界中に蔓延したら大変なことになります。これはやっぱり罪の蔓延を表していると思います。終わりの時代に、いろいろな災いが起きると書いてあります。どうぞどうぞ。おはようございます。おはようございます。どうぞ。罪という問題もその本当に深刻なことで、人類の問題は罪という病気なんです。罪という病気があるから、もう世界はもうとんでもないことが起きているわけです。そして、イスラム国という問題も大きな問題ですね。イスラム国というその、まあ、テロリストの集団ですが、まさにそのサタンの働きがこの世界の脅威になっているわけです。このエボラ熱とイスラム国というのは今神様が与えている警告だと思います。この2つのことを通して私たちは真理を知る必要がありますし、人々にその、イエス様が必要だということ、
伝える機会になると思います。御言葉という薬をやはり私たちは語らなければなりません。そして、祈りという戦いの中で、そのエボラの人のためにも私たちは祈ることができるということです。イスラム国のためにも祈ることができます。その祈りを通して私たちは霊的な戦いをしなきゃいけないんだよと、ね、クリスチャンがそれができますので、クリスチャンが霊的な戦いをして、その2つの問題に戦う必要があります。と同時に私たちは日本のリバイバルのためにも戦う必要があるんです。まさに私たちは日本においても世界においてもクリスチャンが活躍しなきゃいけないのです。クリスチャンが御言葉によって活躍し、祈りによって活躍し、愛によって活躍しなければなりません。多くの人たちは疲れ切っています。もうイエス様が言われました、ね、人々は疲れ切った羊のようだと言っています。もう 餌が食べれない、水が飲めない、もう、その十分なケアができてないので、羊が弱っています。多くの人たちはその弱った羊のようだとイエス様はおっしゃいました。羊飼いが必要なんです。人間羊、弱った羊には羊飼いが必要です。弱った人間にはイエス様が必要なんです。イエス様が必要なんです。イエス様が本当の食べ物を くださいます。イエス様が本当の飲み物をくださいます。イエス様のケアが必要なんです。すべての人にイエス様のケアが必要なんです。イエス様のケアが必要なんです。イエス様のケアが必要なんです。アメン。アメン。ハレルヤ。Good morning, everyone. Today I'm going to speak in English and interpreted. 日本語でいきます。あ、本当にごめん。ごめんなさい。じゃあ日本語で、はい。はい、皆さん、さっきね、キューちゃんからね、イスラム国っていうね、話が出ましたけども、本当に、イスラム国がひどいということは言うまでもないですけども、イスラム国がですね、できるのは、人の命を殺すこと、そこまでなんですね。人の命を殺すこと、それはですね、イエス様を信じている者にとっては、なんだ怖いものではないんですね。よく、イスラム国の人が、欧米人ですね、欧米人を座らせてね、命乞いさせてね、それで、結局首を切って殺してしまうという動画がアップされたりしてますけども、それはですね、人の命を終わらせるだけであって、それ以上のことは何もできないんですね。イスラム国の人たちは間違いなく地獄に行って苦しむことになるということは分かってないんでしょうね。私たちはイスラム国人に殺されようが何しようが永遠の命を持っているがために、私たちは天国に行くことができます。こんな幸せなことないじゃないですか。そして命が尽きようとも、その後ですね、命があってもたかだか100年前後ですよ。その後1000年2000年、まあ時間という概念が天国にあるのか分かりませんけども、3000年、4000年、1億年、2億年と、そこで生きていくことができるのは、天国で生きることができることが、私たちにとっての特権なんです。アメン。本当にですね、感謝のことですね。イスラム国が感謝じゃないですよ。イスラム国が感謝じゃないですけども、本当に私たちは永遠の命があるから、恐れることがなくなるんです。恐れることがなくなるんです。これがですね、世の中ですね、多くの病気はですね、恐れと戦ってます。多くの病気のある人は恐れと戦ってます。自分どうなるんだろう。自分は死んじゃったらどうなんだろう。多くの病気の人、病気を抱えて死ぬ人にとってはですね、私たちのイエス様を受け入れれば、永遠の命がそこでもらえるということを信じるだけで、どんだけ人生が変わるでしょうか。どんだけ病気、また病気に対してですね、私たちはイエス様を信じることによって病気は癒されたりもします。その癒されて地球上でも流れ、天国で流れることができる、こんな喜びはないのではないでしょうか。本当に感謝ですね。私たちはですね、本当に、神様というものを知って、神様というものをですね、皆さんにお配りする。神様はディストリビューターなんですね。
どんな環境にあっても神様のことを皆さんにディストリビュートする、神様を配布するというかですね、神様を皆さんに、いろんな生き様を持って、言葉で直接言わなくてもいいかもしれません、生き様を持ってその神様のことを伝えることができると言ったこともですね、私たちにとっては本当にですね、神様にはある喜びというのを爆発させずにはいられないと。もうこの教会はですね、神様僕たちを救ってくれてありがとうと、ありがとうというところなんですね。これがですね、私たちの最高の信仰であり、最高の喜びであり、もう最高のですね、神様からくださった賜物なんですね。この、賜物をですね、皆さんに伝えずにはいられない。もう本当に神様にあって喜ぼう、神様にあって感謝しよう、神様にあって本当に、もう踊ろうと、喜びを踊ろうという場所がこの LTL なんですね。この LTL に来てですね、私はですね、本当にいいことづくめ、もういいことづくめです。もう神様のやることは時にかなって美しいと、麗しいという言葉がありますけども、本当にですね、私たちは神様にあってもういいことがいっぱい起きました。もうね、まずは、神様に会って、そうですね、職が与えられたね、職が与えられた。それも本当にね、たまたま偶然の職選びじゃなかったんですね。神様に導かれて職を得ることができたんですね。これは、まあ、個人情報になるので言いませんけども、本当にですね、ナイスタイミングでいい職に就くことができた。このね、タイミングたるやね、そのタイミング逃してたら今の職に就けてなかったかもしれません。それがですね、ナイスタイミングで本当ドンピシャリのところに行くことができた。それで嫁とも言ってます。嫁とも、本当にいいところ入れたよねと、よかったよねというふうにして、職は得ることができますね。得ることができました。本当に感謝のことですね。でもこのね、神様からの祝福っていうのはいっぱいあります。神様は私たちを祝福で包もうとしています。その祝福を受け取るのかどうか、受け取らないんですか、受け取るんですか。受け取るんだったらぜひとも受け取ってください。受け取らない方、本当にもったいない、本当にもったいない。これはもったいないというね、言葉が今世界標準になってますけども、もったいない、もったいない、とてももったいないよ。あなたはもったいないよ、とてもね。え、本当にそういう感じでですね、私たちは、神様にあってですね、もったいないというね、神様の気持ちというのがね、そこでよくよく、そこに現れてる、そこに感じられるではないでしょうかね。本当にですね、ああ来た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 、グッモーニング、グモニー、はい、続々と集まってます。LTL に続々と集まってます。まあそんな中ね、本当に今日は、感謝しましょうね。感謝しましょう。グモニー、グモニー、グモニー。ね、本当にそういった意味で私たちはただただ言いたいんです。ただただ言いたいの。何か。神様にある許し、神様にある救いはこんだけ素晴らしいですよと、この素晴らしい神様を私たちはもう賛美せずにはいられないんです。賛美しましょう、ぜひとも賛美しましょう。私たちのこの神様をですね、賛美して賛美して、本当にですね、神様の目線から見たらどうですか。人間は自分の息子娘たちがそうのように、好き勝手なことをして生きているわけですよね。もう神様のこと分からずに好き勝手生きています。それがですね、親になった途端に、僕は親になってないですけども、子供がですね、お父さんお母さんありがとうって言ったら、お父さんお母さんは涙流して喜びますよね。それと一緒で、神様がいる、その神様を、神様ありがとうっていう存在がいたら、神様はおそらく涙流して喜んでるかもしれません。そういったことが言えるかもしれません。私たちはお父さんお母さんのお父さんお母さん、お父さんのお母さんの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 お父さんのひいじいちゃんひいばあちゃんのひいひいじいちゃんひいばあちゃんひいひいひいばあちゃん、まあそれ言い過ぎですね。はい、まあそれはいいです。今ね、ある方からストップってね、ツッコミが来ました。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあそういったことでね、そういったところの、上には神様がいるんですね、やっぱり。そういったところの先に行き着くところには神様がいると。その神様に私たちはありがとう、神様ありがとうって言うだけで神様は本当に嬉しいではないでしょうかね。私たちは神様の心を知るというのが一つ、目標になってくるかもしれません。時にはですね、神様の心に無視してしまう、神様の心に寄り添わないで別の行動してしまうことがあるかもしれませんけれども、私たちはですね、神様の心を知った上で、行動できればなおかついいことが待ってるんではないでしょうかね。聖書にも書いてありますね、その箇所がちょっと今開けませんけれども、とにかく私たちは神様に会ってですね、喜び踊って今日は賛美しましょう。賛美しましょう。アメン、アメン。
ず君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている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 。今もその愛受けている。感謝しますは難しいから、セレブレートジーザスをやるか、感謝しますギターなしでやるか。セレブレートできる？じゃあその後に入れましょう。
感謝します、感謝します。ナンバー76、じゃあカウントしまーす。ワン、ツー、スリー、フォー。感謝します。心身に合わせ鍛えたもう主の導きを感謝します。苦しみの中に育てたもう主の御心を、しかし願う道が閉ざされた時は目の前が暗くなりました。どんな時でも約束を忘れないものとください。感謝します。悲しみの時に共に泣きたもう主の愛を感謝します。こぼれる涙を濡いたもう主の哀れみを、しかし願う道が閉ざされた時は目の前が暗くなりました。どんな時でもあなたの約束を忘れないものとしてください。感謝します。心身に耐える力をくださる御恵みを感謝します。すべての子を三千となしたもん御心を、しかし願う道が閉ざされた時は目の前が暗くなりました。どんな時でもあなたの約束を忘れないものとしてください。アメン。神の国と神の義よ。神の国六？しないしないが今それ分かんないな。じゃあアカペラタイム続きます。主の愛が今あなたを包む、打たれた傷も
癒される主の愛が今あなたを包む嘆き悲しみ逃げ去る傷ついた主の愛の手が動きあなたの上にとどまる全能の主の愛の手が包みあなたの心を癒される主の愛が今あなたを包む打たれた傷も癒される主の愛が今あなたを包む嘆き悲しみ逃げ去る傷ついた主の愛の手が動きあなたの上にとどまる全能の主の愛の手が包みあなたの心を癒される神の国と神の義を
ペラでハレルヤ。アカペラで。アカペラでこれやんないからね。マイクだらけでちょっとマイクだらけです。ハレルヤアメン。スノブエタイムですね。放送の時とかレアの時にスノブエやってますが、角笛は、その戦争のまあ印ですが、私たちはもちろん血肉の戦争ではなくて霊的な戦いです。そして、イエス様が再臨の時もラッパが鳴ります。そして、その私たちはこの角笛を吹き鳴らして死を喜べとも書いてあります。角笛は本当に私たちこのイエス様が来る、イエス様が来るというね、祈りでもありますね。
皆さん本当にイエス様、来ます。アメン。イエス様を歓迎しましょう。イエス様が来れば、ね、エボラ熱も解決します。イエス様が来られば、イスラム国も解決します。イエス様が来れば、経済も解決します。イエス様が来れば病気がみんな癒されます。アメン。私たちは希望があるんです。多くの人たちは絶望しています。多くの人たちは希望がないのです。希望がなければ弱ってしまいます。希望がなかったら楽しくありません。希望がなかったら苦しくなります。ネガティブになります。しかしクリスチャンはポジティブです。なんでですか？イエス様という希望があるからです。イエス様は永遠の命です。アメン。アメン。私たちも以前は弱っていました。私たちもそのネガティブで、自暴自棄になっていた人もいるでしょう。クリスチャンは証人です。使用前と使用後の証です。ね、信じる前は、本当に青、信じる前は、苦しかった。信じる前は、本当に困っていた。しかし信仰を持ってから、ね、私たちは変えられたんです。しかし私たちは信仰を持っても戦いが続きます。ね、信仰の戦いがあります。でもその戦いは信仰を持つ戦いとは違うのです。信仰を持つ前の戦いは苦しい戦いです。その希望がないわけです。信仰を持ってからの戦いは、まあ、楽しい戦いといったら語弊がありますが、決して私たちは、その希望のない戦いではないのです。必ずイエス様が来るという信仰があります。ですから、戦いの最中にいても私たちは喜びにあふれることができます。私たちがもうストラグル、ね、こう本当に、いろんなことがあるかもしれません。でもそこに神様が働くことを見るのです。私たちは決して失望しません。なぜかというと、イエス様が確かに働いておられるからです。クリスチャンも迷うことがあります。クリスチャンも悩むことがあります。クリスチャンも落ち込むことがありますが、しかし私たちは兄弟姉妹がこのように集まってこのように励まし合うなら元気になるのです。私たち一人一人で歩むことはできません。人間は一人では弱いのです。私たちはイエス・キリストを信じる兄弟姉妹が集まるところにおいてもう一度リフレッシュするのです。もう一度元気になるのです。もう一度火がつくのです。皆さん、ですから礼拝はイエス様のためでもあるけれど、私たち一人一人のためでもあるんです。礼拝に集まるということで、私たちは元気になっていくのです。イエス様は、その安息日と言いました。安息日って何ですか？安息日です。つまり休息ですね。イエス様がこの世の戦いの中で多くの人が疲れます。未信者の人は疲れ切っています。クリスチャンも疲れます。でも礼拝に来て安息を得るのです。休息を得るのです。休むことができるのです。イエス様のそばが、安息地なんです。イエス様のそばが休みを得るのです。私たちは、イエス様から離れることによって疲れるのです。イエス様を見失うことによって疲れるのです。しかし私たちはイエス様のところに来るともう一度元気になるのです。ですから安息日なんです。死の日なんです。ですから礼拝が、ね、油注ぎがあってもう一度皆さんが元気になるのが礼拝なんです。元気になるのが礼拝なんです。イエス様は皆さんをどれだけ愛してるでしょうか。皆さん、私たちはクリスチャンになってイエス様の愛が分かったんです。イエス様の愛が分かったんです。深刻なことは、神の愛が分かんなくなることが深刻です。
人間関係もそうですよね。人間関係もお互いの信頼が分かってこそ人間関係です。でも、愛が、なくなってくると人間関係も壊れてしまいます。信仰も同じです。イエス様の愛を信じるならば、その愛によって確かなものにされます。ですから世の中の人たちがなぜ元気がないか、それはイエス様の愛を知らないからなんです。イエス様の愛を知らないだけで人間はもう弱ってしまうのです。人間は生きる力がなくなってしまうのです。もう誰も愛されてないと思っちゃうわけです。誰も愛されなかったらもう人生は虚しいじゃないですか。でもクリスチャンは知ったんです。イエス様が私たちを愛してるっていうことを知ったんです。イエス様はね、イエス様はイエス様を信じない人も愛したいのです。十字架はまさにそれを表しています。十字架は、その全ての人のために死んだと書いたんです。全ての人のためです。例外がないんです。もうイエス様を信じる人はもちろんそれを受け取ったので愛されますが、誰でも、愛してるよということを示しているわけです。君は愛されるために生まれた。君は愛されるために生まれた。 誰からですか。彼氏じゃありませんよ、ね、彼女じゃないですよ。イエス様です。イエス様に愛されるために生まれたんです。その愛を知ることが人生なんです。神の愛を知ることが人生なんです。神の愛を知らないで滅んでったら、神の愛を知らないで死んでったら、もう人生はもう最悪なんです。イエス様を知らないで、イエス様の愛を知らないで死んでいく人がたくさんいるんです。これはもったいないです。もったいないです。もったいないです。ですから私たちはこのイエス様の愛を伝える必要があるんです。私たちは何を、ね、人に伝えるんですか。金儲けの話ですか、車の話ですか、女性の話ですか。いいえ、いいえ、私たちはイエス様の愛を伝えなきゃいけないんです。イエス様の愛を伝えなければ人々は愛されないのです。人々はもう自分は愛されなくてもう楽しくないのです。皆さん、私たちは神の愛で癒されたんです。神の愛で癒されて、私たちも癒されたじゃないですか。クリスチャンはそういう経験があるんです。クリスチャンは癒されて愛された経験があるんです。しかしまた弱ってしまうことがあります。でもイエス様はいつもいつも愛を受け取ってほしいのです。イエス様は変わらない方です。いつでも愛に満ちておられます。皆さんを愛したいのです。癒したいのです。満たしたいのです。励ましたいのです。イエス様はいつも変わりません。皆さんを愛していて、皆さんを励まして、泣いてる人を慰めたい、落ち込んでる人を、励ましたい、ね、苦しんでる人の苦しみを取ってあげたいのです。病気で苦しんでる人をイエス様は癒したいのです。イエス様は誰でもウェルカムなんです。誰でも手を差し伸べているんです。私たちはもうそのイエス様の手を握りました。私たちはイエス様の招きを受け入れました。私たちはそれで救われて癒されたのです。でもまだイエス様を知らない人がいて、イエス様の手を拒んでる人がいて、イエス様の愛を疑ってる人がたくさんいるんです。しかし彼らも、彼らも本当は愛されたいんです。彼らはもう本当は救いが欲しいのです。彼らも本当は永遠の命が欲しいのです。ですから彼らに御言葉を伝える必要があるんです。御言葉は光です。光を放つ必要があるんです。それは誰ができるんですか。クリスチャンです。誰がするんですか。教会です。私たちは世の光としてイエス様の御言葉を、人々に伝えようではないですか。良き訪れを伝えようではないでしょうか。イエス様の愛によって本当に愛されるのです。本当に癒されるのです。私たちは全ての人が愛される必要があるんです。イエス様の愛で満ちる必要があるんです。イエス様の愛を感じる必要があるんです。神の愛が必要なんです。お金ではありません。物ではありません。この世のものではありません。神の愛が必要なんです。神の愛が必要なんです。アーメン、アーメン、アーメン。
Praise the Lord. 主を褒めよ。Children of God, praise the Lord. 神の子供たちよ、主を褒めよ。The Lord is good. All the time. And all the time. God is good. My brothers and sisters, are you all happy today? 兄弟姉妹、今朝はハッピーですか? Listener out there, are you all happy today? そこにいるリスナーの方々、ハッピーですか? Today is another wonderful day. 今日も本当に素晴らしい日です。For the children of God to join together one more time again. もう神の子供たちをもう一度集まりました。To praise the name of the Lord. 主の御名を賛美します。Praise the Lord. 主を褒めよう。Praise the Lord. 主を褒めよう。I have a very short message today. 今日短いメッセージがあります。That the message is going to do a wonderful thing in your life. その、ごめんなさい。Wonderful thing. 素晴らしいものです。Praise the Lord. 主を褒めよう。My message today. 今日のメッセージは。Every Christian. すべてのクリスチャンが。Should always thank God. もう神様にいつも感謝しなきゃいけない。For the love. 愛のために。That he has.持たなきゃいけない。For us. 私たちのために与えられた愛。Praise the Lord. 主を褒めよう。We should always give thanks to God for His love in our life. もう私たちの生活に与えられた愛のゆえにいつも感謝しましょう。We should always appreciate Him for the care that He has in our life. その愛がいつも持てることをいつも感謝しましょう。We should always give thanks to Him.Every time. いつも感謝しましょう。We should always praise His name and glorify His name all the time. いつも主の名を崇めましょう。It's not that when you are in need of money, you keep praising God. もうお金が置いた時にも、賛美し続けましょう。It's not that when you are in need of something, you come close to God.もし何か必要があれば神のところに来て。But I want to tell you, brothers and sisters, today, 今日言いたいことは兄弟姉妹。In every situation, どんな時でも。In any moment, もういつでも。Anytime, いつでも。Always thank God for His love in your life. もういつでも皆さんの生活の中の神の愛を感謝しましょう。Brothers and sisters, 兄弟姉妹。Brothers and sisters, 兄弟姉妹。God loves us so much.もう神の愛はとっても多いのです。You wake up today is not by your power. もうその神の力で起きました。You are strong today is not by your power. その神の力で、今日力強いのです。You can move, you can do all things is not by your power. もうその力で 何でもできるのです。That is by the power of God. 神の力です。That is by the power of God.これが神の力です。God has given you that strength to do all things. もう何をする力もくれるのです。God has blessed you and shine a light in your life. もう皆さんの生活で光として輝くために力をくれるんです。So brothers and sisters today, 兄弟姉妹今日、we should always thank God for His love in our life. もうその生活にのいつもくれてる愛のゆえにいつも感謝しましょう。主を褒めよう。Because He's the one yesterday, today, and forever. もう神は昨日も今日もいつまでも変わらない方だからです。Praise the Lord. 主を褒めよう。Praise the Lord. 主を褒めよう。アメン。アメン。日本語でできる。日本語。英語。英語？そうそうそう。God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen. I have a very short message. ショートメッセージします。For my fellow Christians. 兄弟姉妹のために。And before I will start the message, let's pray. まず祈らせてください。As the power of the mighty God to take absolute control here. 神様の力がここに支配するように。Mighty God, we thank you once again. 全能の主を神様感謝します。Your children, we have gathered here. 兄弟姉妹がいます。 To worship you. あなたを礼拝します。 To raise you so high. あなたの皆を崇めてます。 You are the most higher God. あなたは意図高きお方。 Father God, 神様。 The message which is coming from me, 私のメッセージは is your message given to me. あなたが与えたメッセージです。Father God, put my body aside. その、体を置いて、fill me with the multiple anointing.
その油注ぎを与えてください。聞いている人たちが理解できるようにしてください。あなたのその栄光ある皆のために用いてください。私の祈りです。Amen. Amen. Today's message is very short. 短いメッセージです。But I want us to go fast to the Bible.まず聖書を読みます。ヨハネ14、6章。ヨハネ14の6章。14章はJesus said unto him, 14 chapter 6. イエスはカインに言われた。No, 14 verse 6. Yeah. Jesus said, イエス様は彼に言われた。Unto him, 彼らに言われた。I am the way, 私が道であり、the truth, 命であり、真理であり、and the life.命なのです。No、man comes 私を通していなければ unto the Father, 誰も父の身元に but by me. 身元に来ることはありません。This is what the mighty God is telling, Jesus is telling us. これがイエス様が言っていることです。No、one can go to heaven 誰も、天国に行くことはできません。Without him. 彼を通していなければ。He is going to judge each and everyone.彼はすべての人を裁く方です。Jesus is the Father. 父は、the same thing as the Son. その父と子は同じです。So before you get to heaven, 天国に行く前に you have to pass through his exams. そのイエス様を通らなきゃいけないのです。He will judge you. 彼は皆さんを裁きます。And if you are correct, 皆さんは正しいです。正しくなければ the gate of heaven will open for you.その開かれた火に投げ込まれます。Correct, もし正しくないならば、あ、間違えました。正しくなければ地獄に行きます。すべてのクリスチャンは天国に行きたいですよね。もうすべてのクリスチャンはその天国に行こうとしていますね。So, I have just...Five points. 5個のポイントをちょっと言いたいと思います。Thereby we may follow those points, この5個のポイントによって、and we get to heaven. Amen. 天国に行くことができます。First of all, 一つは、doing the work of God. Doing the work of God. One, doing the work of God. 神の働きをすること。Yes, you have to do the work of God. 神の働きをすること。The work of God, we all know, doing the right thing, taking your neighbor as your own brother, your friend, and so on. ごめんなさい。doing the right things. 正しいこと、隣人に正しいことをする。You always have a sympathy for your brother and sister. 兄弟姉妹にこう憐れみを持つ。You have to be honest to your brother and sister. で、兄弟姉妹にこの正直になる、正直に。You have to be honest to your fellow Christians. その兄弟姉妹に対して正直にならなきゃいけません。You always have sympathy. そして憐れみを持たなきゃいけません。So as a Christian, you have to be honest to anyone who will come on your way. もう誰でも誰に対しても正直にならなきゃいけない。Then we will go to number two. 二番目は祈りです。We have to pray always at a time. もういつでも祈らなきゃいけませんね。We have to pray without ceasing. やめてはいけません。Always go on your knees. 必要のために and pray to the mighty God. 主の向かって祈りましょう。There is one thing, if you are praying, もし皆さんが祈るならば it means you are talking to God.もうそれは神と話していることになります。And always we have to read the Bible before we pray. もう聖書を読む前に祈りましょう。And if you are reading the Bible, もう聖書を読むなら、it means that God is talking to you. もうそれは
神様が語っていることになるんです。Always when you are reading, もういつも読むならば、you feel that the word is talking to you. もう、Jesus who is talking to you. もうイエス様が語っていることになるんです。And if you are praying, もう皆さんが祈っているならば、then you are talking to Jesus. もうイエス様と話していることになるんです。Always we have to read the Bible before we pray. ですから聖書を読む前に祈る必要があるんです。We pray, we ask the mighty God to do whatever we want.その皆さんが欲しいものを祈ってください。We ask the mighty God to protect our life. もう神様が守ってくれるように祈りましょう。We pray, we ask the mighty God to take absolute control of our body. もう私たちの体をコントロールするように祈りましょう。Everything in our possession. すべてのものは私たちの持ち物です。Then I will quickly go to number three. 3番目のことを話します。Number three, you have to be active service.アクティブ？アクティブサービス。サービス。アクティブサービス。Worshiping the mighty God, you have to be very, very active. 要するに、その積極的に礼拝しなきゃいけません。Don't say that today I will go to church or I will worship God tomorrow I won't come. 教会行って礼拝して帰りますが。Always have to be very active. もうとっても積極的に。Open your heart. もう心を開いて。Open your mind. 心を開いて。What you may do to the mighty God, know that it's from your heart.もう心から礼拝しなきゃいけません。もう心を開くんです。もう神様に。もう真心を込めて礼拝するんです。もう思いを尽くして。もう力を尽くして。その神様に向かって。もうすごく積極的に。その神様に、奉仕しましょう。Then I will go to number four. 4番目 is worship. 賛美ですね、賛美。Number four is worship. 賛美。You should always worship the mighty God. もう神様に対していつも賛美しましょう。Worship is one of the most important thing in worship, in church service. もうその教会の礼拝で賛美はとても大事ですよね。When we get to worship,賛美するときに、It means the power of the mighty God is coming to descend on you. もうその神の力がこう降りてくるんです。Always we have to worship the mighty God and no other gods. え、we have to worship the mighty God and no other god. No other god. その神様だけを賛美するんです。He is the one who created you and I. もう皆さんや私を作ってくれた方だけに賛美するんです。So he deserved the worshiping. その賛美を受ける方です。No other God. 他の神はダメです。He is the most higher God. もうその方は意図高き方です。He is the one we have to bow down before him. もう私たちはその方の前で頭を下げるべきです。No the other gods who will not do anything for you.もう他の神は皆さんに何もしてくれません。He is the one we have to adore him. その方だけを崇めるのです。He is the one always we have to go down and raise him so high. その方を拝むのです。Then I will quickly go to the last point. 次に最後の5番目。Which is number five. 5番目ですね。Is witnesses. 証しですね。Witnessing. 証しをすること。Be a witness to the mighty God. もう神の証人になりましょう。We all aware that Jesus Christ came and died for you and I. もうその私や皆さんのためにイエス様は死んでくれたと証ししましょう。So we have something to witness on that. もうその証しをするならば。We have to say it for those who doesn't understand to know the mighty God came and died for us.もうそのイエス様がその死んでくれたということを本当に証しするならば、その証し人になる必要があります。そして外に出て祈って他の人に伝道するんです。もう私たち神様はしてくれたことを他の人に話すんです。Always be a witness to the mighty God. もういつも神の証し人になりましょう。Let the people know the good thing he has done in our life. もう神様が本当によくしてくれるということを教えなきゃいけません。Let the people know that he is the only person who came and died for us. もう本当にイエス様が来て
死んでくれた方だということをこう伝えなきゃいけません。No one can lay his life down for you or I。もう私たちのために死んでくれたということを伝えなきゃいけません。Apart from Jesus Christ。イエス様、キリストの。He is the only person。もうイエス様だけだということ。Who has sacrificed himself for you and I。もう私たちのために犠牲になった唯一のお方だということ。Always let's tell the others, those who don't know。知らない人に伝えなきゃいけません。These are the things the mighty God came and did for us。なぜ神様が来られたのかということ。 Be the witness of the mighty God。 もう神の証人になりましょう。 We thank you in Jesus name。 イエス様の皆によってありがとうございます。 Amen。 アメン。 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 私たちはその5つのポイントでですね、大事なポイントで天国に行くということの準備をしなきゃいけません。私たちを教えられているのです。御言葉があるのです。するべきことがあるのです、ね、もう悩んでいる時間はありません。苦しんでいる時間はありません。落ち込んでいる時間はありません。私たちは主のために働く必要があるんです。光のあるうちに働く必要があります。闇が来たらもう働けないと書いてあります。兄弟姉妹の皆さん、イエス様によって癒されて、主のために働きましょう。生産式をします。私たちはイエス様と契約する必要があるんです。今は現代社会は契約社会ですが、人間の社会の中でも契約が大事ならば、神様との契約はなおさらだと思いませんか。皆さんは神様との契約を持ってますか。神様との契約を持ってますか、ね、その契約を持ってるか持ってないか、これが大事なんです。契約を持ってる国民と持ってない国民があるんです。私たちは神との契約を持ってる神の国民です。この契約が私たちの救いなんです。この契約が、人間のその天国に行く契約なんです。この契約は何ですか。イエス・キリストを信じるということです。イエス・キリストを受け入れるということです。この契約は全ての人が持つべきなんです。ですから知らない人、誤解している人、その疑っている人に対して私たちは本当にその契約を受けるように私たちは祈って説得して伝える責任があるんです。もうそれが一番大事なことなんです。本当に何が一番大事なんですか。全ての人が救われることじゃないですか。一人でも救われることが大事だと思いませんか。それ以上大事なことありますか。それ以上人が救われること以上に大事なことありますか。ないでしょう。アメン。その一番大事なことははっきり大事だと理解することです。大事なことが大事だと理解して、その大事なことに私たちはコミットメント、つまり、それように、こうなってるんでしょう、自分をそう任せる必要があります。私たちの人生はそのためなんです。私たちの人生はイエス様の働きをすることなんです。アメン。イエス様の証人になりますか。イエス様の証人になりますか。天のお父様、以前は愚かでした。以前は虚しいことをしていました。以前は神様に敵対していました、十字架に敵対していました。イエス様ごめんなさい。知らないで、冒涜し神を冒涜したり、その伝道を妨げたりしてきました。イエス様どうぞごめんなさい。許してください。あなたを知りました。あなたの愛を知りました。すべての人が救われなければならないことを知りました。ですから今私たちは悔い改めてイエス様の働きをします。イエス様を受け入れ、イエス様に用いられたいのです。今リスナーの方々がその真理を悟って、真理を受けて聞いて、今悔い改めてイエス様を信じるように導いてください。リスナーの方はみんなが救われる必要があります。
みんなが愛される必要があります。イエス様の愛を受ける必要があります。イエス様、あなたは寛容なお方です。あなたは愛を注いでおられます。リスナーの方々の心にあなたの愛が注がれ、今癒されていると信じます。今リスナーの方々が神の愛を感じていると信じます。どうぞイエス様、もっともっともっと癒してください。もっともっともっと愛してください。イエス様と契約をすることができますように。イエス様を信じてイエス様との契約で生きることができますように、励ましてください。そしてまだ多くの日本人、多くの世界の人たちがあなたの愛を知らないで苦しんでいます。悩んでいます。どれほど悲しいでしょうか。どれほど苦しいでしょうか。あなたはご存知です。どうぞあなたの愛が必要です。医者の薬のように、医者の薬のようにあなたの愛が必要です。どうぞ私たちが、その薬局の、薬を与えるものとして、人々に愛という、神の愛という薬を、与えることができるようにしてください。人々を癒すことができますように、人々を慰めることができますように、イエス様励ましてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン。パンはイエス様の肉ですが、御言葉を表します。皆さんは御言葉を聞くということが、御言葉を受け入れるということが、イエス様のパンを食べているということです。アメン。多くの人は、その霊の耳が閉ざされてイエス様の言葉を聞いても反応できません。もう神の言葉にちんぷんかんぷんなんですね。しかし皆さんは、信仰によって神の言葉をが分かります。神の言葉に反応します、共鳴します。アメン。神の言葉を聞きたいですか。神の言葉に関心がありますか。それがその、神のイエス様のものだからですね。イエス様の羊はイエス様の声を聞き分けます。神の言葉に関心があるということこそ救われた証拠です、ね。もし神の言葉を全然関心がなければ、失われているわけですね。そして、イエス様の血は命です、ね。その信仰によって、イエス様の血を受けます。命を受けます。すべての人は永遠の命が必要なんです。永遠の命が必要です。この命によって生かされています。エボラ熱のことは何ですか。死んでしまう怖い病気だということです。イスラム国は何ですか。そのテロリストによって殺されてしまうということです。両方の問題は、死を意味しているわけです。すべての人が、死なないで命を得ることこそ、それが十字架の目的です。皆さん、私たちは、エボラ熱を治療する救急医療従事者であり、ね、イスラム国と戦う兵士であり、私たちはイエス様の兵士として、神の兵士として人々を救う働きが今必要ではないでしょうか。天のお父様、あなたの真理を感謝します。あなたの御言葉を感謝します。どうぞ、兄弟姉妹がはっきりと御言葉を悟って、そしてその御言葉に応答して御言葉を実行することができますように、御心を行うことができますように、そして多くの人がその働きによって救われていきますように、あなたの愛が述べ伝えられますように、あなたの御言葉が述べ伝えられますように、そしてあなたの栄光が表されますように。イエス様、人々をあなたはどれほど愛しているでしょうか。あなたの愛を知ること、受けること、愛されることがどれほど素晴らしいことでしょうか。その栄光を見たいのです。神の栄光を見たいのです。神の力、働きを見たいのです。日本にもうすぐそれが来ると信じます。世界中で、あなたの愛の働きが始まっていると信じます。イエス様、もっとです。もっとです。もっとです。あなたの栄光を表してください。あなたの栄光を表してください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。
皆さん、神の栄光を見ますよ、皆さん。神の栄光を見ます。再臨の時も神の栄光を見ますが、そのリバイバルの時も神の栄光を見ます。神様の栄光を見たいですか？神の栄光を見たいですか？私たちの働きが神の栄光をもたらします。私たちが人々を本当に励まします。私たちが隣人を愛せば、もうそれは神の栄光なんです。隣人のために祈れば神の栄光なんです。皆さんが良い働きをすれば神の栄光なんですよ。アーメン。私たちはですね、もうサタンに苦しめられますけれども、イエス様の御業に期待します。今皆さんは礼拝を今終えようとしていますが、皆さん満たされたと信じます。皆さん今本当に希望に満ちていると信じます。神様に愛されていると信じます。そして皆さんの心が喜びに満ちてほしいのです。イエス様はおっしゃいました。私の喜びがあなた方に満ちますようにって言いました。皆さん喜びましょう。イエス・キリストを喜びましょう。救われていることを喜びましょう。将来の希望を喜びましょう。喜びますか？喜びますか？アーメン。アーメン。はい、ありがとうございました。今日はゲストの方もいて本当に、楽しかったです。皆さんと一緒に礼拝できて感謝です。それでは皆さん、また明日の朝お会いしましょう。シャローン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 。